ワンちゃん OK のお好み焼き屋さんってさ、うん、結構レアだよね。レアレア。うん。芸能人とかいっぱい来てる。そうだよね、うん、なんか最近だと亀梨くんと鈴木福くんがさ YouTube 撮ってたもんね。うん、うん、到着したね。到着しました。ちょうど5時だね、うん、じゃあお店入ろっか。焼いていくよ。はい。真ん中でいい？うん。いい音。エル君からしたら結構ボリューム多いかな。あ、そうかも。でも、多分食べちゃうと思うな。これでやっていいんだよね。卵が入ってないからさ、水分少なめに感じるね。そうね。うわ、あ、ちょっと焦げちゃってる。美味しそう。でもエル君のお好み焼きできたよ。人間用です。エル君にどうする？先に食べさせる？冷めてからじゃないと食べれない。ああ、そっかそっか。熱いよね。エル君自由だな、本当。
ちゃいい匂いだね。うん、絶対美味しいよ。明日さ、ね、日曜日だし、ニンニク系いっちゃおうよ。え、これ豚ニンニクトマト、うん、それにしよっか。いっちゃおう。飲もうか。そうだね、うん。かわいい。かわいい。思ったよりおとなしくてよかった。うん。ジェル君も空気読んでるのかな。ありがたいよね。ここはおとなしくしないといけないなってね。うん。繰り返するから。やってみていい？いいよ。いくよ。やばい。ほら、危ない危ない。いいよ。できた、うまい。めっちゃいいじゃん。ジェル君のそろそろ冷めたんじゃない？触ってみてください。まだ早い。まだちょっと熱い。ささみだけあげてみていい？あ、そうだね。ゆく、ささみ食べる。どうぞ。あ、熱いかな。うん、最初食べ物ね。初めて食べる。ちょっと警戒してる。うん、お、食べた。食べた。うん、美味しいって。もう一つあげてみよう。もうパクって食べるよ。はい。美味しいね。絶対美味しいよね。絶対美味しい。ほら、好きなキャベツ。あ、待って待って。一個ずつ。美味しいね。はい。焦げちゃうから2個置いちゃうよ。うん、ありがとう。ちょっと危ないわ。あれ食べたなって。ジェル君も食べようね。うん、どう？ママ美味しい？美味しい？美味しいよね。美味しい。先にね、もう俺食べちゃったけど。うん、見て、2個はい、じゃあ豚ニンニクトマトね。うん、亀梨さんと福君がご注文されたメニューだって。どうママ、ニンニクがつり？やばいよ。明日やばい。もんじゃ焼きの方がさ、作るの難しいよね。うん、エル君、のんきにあくびしてるって。ママが一生懸命作ってるのに。エル君、眠くなってきたよね。うん、お腹いっぱいあるね。いや、美味しかったね。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだ。うん、あ、ゲル君おむつ外していいの？もうね。はい。皆様、してます。マックスの2200円。
都内だからしょうがないよね、うん、じゃあ帰りましょうね。帰りましょう。さあ、メル君、水飲むかな。水飲むかな。あ、水飲むぞ。ちょっとメル君も粉物食べたからさ、うん、あ、暗くなっちゃった。お水飲む。メル君、お水飲めばいいじゃん。喉渇いてないの。うん、うん、じゃあ帰ります。帰ろうか。うん、ね、帰ろう。うん。